今日はお箸の形についてお話をしたく存じます。まずは中国の伝統的なお箸をご紹介いたします。中国のお箸はこのように柄が長く寸胴で、持ち手の部分は四角くなっており、そして箸先は丸い形をしています。次にこちらが韓国のお箸です。中国のお箸と同じように柄が長く寸胴で、形は平らになっています。今はステンレス製のものも多くございますが、韓国はもともと鉄や銅の文化ですので、その昔はまずお箸やスプーンを食事に浸し、その色の変化で毒が入っていないかを確認したとも言われております。では私たち日本人のお箸はいかがでしょうか。私たち日本人のお箸は基本的な形は長さが短く、そして持ち手の部分から箸先に向かって徐々に細くなり、箸先は細く尖っています。この形の違いには食文化の違いが大きく関わっています。他の国は食べ残しの文化です。全部いただいてしまっては満足できなかった、足りなかったという意思表示になってしまいますので、食べ残さなければいけないんです。そうです、細かな食材までをもつまんでいただく必要がないんです。一方私たち日本人は完食の文化です。米粒一粒に至るまで命やご縁などたくさんの感謝と尊敬の念を抱くものが詰まっておりますので、一粒たりとも残さずにいただかなければなりません。よって細かな食材もつまめるように、つまみやすいように箸先がどんどん細くなっていきました。そしてその細い箸先を繊細に動かすことで、スプーンの役割もフォークの役割もナイフの役割も果たすんです。まさに万能なお箸、それが日本のお箸なんです。ちなみにつまむという単語が日本語にはございますが、これに値する外国語の単語はほぼ存在しません。つかむや持ち上げるはあっても、細かいものをつまみ上げるという文化がないんです。つまむという行為はお箸文化が生んだ日本独特の行為なんですよ。